はい、どうも皆さん、こんにちは。木戸です。前回、資材が足りんということで、掘りに潜ってたんだが、まあ、もうだいぶしっかり掘れて、もういっぱいいっぱいなんで、一旦上に上がりたい。上に。上に。そういうこと？上に上がるルート。まあ、でも、このまま下にバーって行きたいから、あれやな。足場の出番ですね。またすぐここにまた戻ってきたいから、足場をまっすぐ伸ばそうと思う。そんなに深いとこではないと思うんだけどな。いや、結構下降りたっけ？あ、でも砂岩が見えてきた。これはもうぼちぼち上に出れそうかな。村人の声がしてる。もしかしてこれ、村の、ああ、結構、案外と、距離が。割と村の真下だったかもしれない。とりあえず足場だけの場所。貫通はもうしてるからね。さあ、どこに出てくるかな。めちゃめちゃ村の中。これは、まあ、これはこれで。いいんじゃないですかね。じゃあちょっと、とりあえず精錬をしつつ、レールとかはしまっとこう。なんかみっちりしてるな。糸とかは取引に使う。あ、サトウキビも育ってる。オッケーオッケー。これは一気にエンチャントが漏れるのでは。まだいっぱい掘れそうだったしね。まだまだ下に潜れる感じだったから。
今持ってる石炭とか全部使っちゃってもいいぐらい。あ、とりあえず、丸石焼いとこう。よし。ちょっと紙が大量にできたから、あれ。紙を作りまくって、で、他の人たち、この辺の人たち、紙交換してくんないんよね。あ、この人、あ、でもノックバックの人、ノックバックの人はさ、無職になってくんない？ ダメ？ ノックバックの人、どうしても無職になってくんないんよな。よし。で、この辺の武器屋さんとかだね。この辺の人たちとも取引をして、ハマってる。村の範囲内であれこれしてると、まあちゃんと作物が育つしね。村の真下で掘れるのはありがたい。人参欲しい人確かあんまおらんかったよ。人参よりはじゃがいもの方が人気だった気がする。あっちのも育ってんだ。収穫祭り。いいっすね。順調。あの時ネザーで死ななければもっと順調だった。動物たちにも餌やりをして、村人たちに不人気な人参を
あげよう。あとは小麦。牛さんたち。あ、羊の毛刈りがはかどらんね。一応土はあるんだけど、下土にはなってんだけど、草が生えないから、ちょっと、この羊スペースは見直してもいいかもしれんな。なんかやけにここに密集してるね。なんで？もうちょっとばらけてくれてもいいんだけど、あんまりみっちりしてない方がいい。なんかいろんなものが出まくっている。金が集会所があそこと、こことあそこか、この辺にももう一個金を置いてやろうかな。小麦欲しい人が見当たらんけど、小麦欲しい人どこ行った？小麦いります？いりません？あ、ベッドが空いている。叩き起こして小麦を取引してもらおう。あそこで焼いてた石もそろそろ、あ、だいぶ、まだもうちょいって感じか。この石をまたエメラルドにしてもらって、あと紙を交換してくれる師匠さん、どこ？はい、痛い痛い。あ、でもこの人、ノックバックの人だ。ノックバックの人はちょっと一回ね、職をリセットしてほしいんだが、この人から一回本棚を買おう。師匠さんたちあっちに多い。この人は本をいろんな種類売ってくれるから、ちょっと高速装填を3にしたい。あとは、防具に修繕をつけたいな。あー、エメラルドが足りない。
りあえず高速送電を3人。あと他に取引に使えそうなもの、あ、本だ。ゴミゴミしすぎている。ノックバックの人、あれ？ノックバックの人どこ行った？効率強化、あ、この人ね。これね、もうどうしても無職になりたくないというのなら、村人リセットをかけるしかないんよ。ごめんね。もう無職になるか死ぬかの二択なんよ。しぶといな。ごめんね。というわけで、また職にあぶれている人がこの職業についてくれると。よし。とりあえず、もう残りわずかになってた鉄をちょっとだけ補充できたし、エメラルドがな、全然足りんな。また潜るか。ちょっとこの辺のちまちましたもの、金はな、取っときたいんよな。金は取っときたいから、やっぱ潜るか。生まれる場所違う。あ、逃げた。ちょっと取りに行く。卵いっぱいだからね。めっちゃ生まれる、ちょろちょろしてる。オッケー。よし、こんなもんかな。ちょっと糸はあっちにしまっとこう。エメラルド
なんとか修繕もう一個ぐらい欲しいけど、難しいかね。難しそうだな。今の資材具合では。諦めてさっさと潜ろう。エメラルド置いといて、足場は追加で持っていっとこう。どこだ？よし。こんなもんかな。こっちの方がまあ、手っ取り早いね。手っ取り早いし、掘り尽くせるし。いい。これで、この続きを掘っていくと。リーパーさんいたよね。いるけど、あ、行っちゃった。行っちゃったならいいや。行っちゃってなかった。戻ってきた。よいしょ。おう。いっぱいいる。貫通ついてるから。あ、やっぱ高速速度って2と3じゃ全然違うわ。あ、まだいるの。わあ、夢中で掘ってた。金がある。廃坑からは外れたけど、まだまだこう洞窟としては広いね。金もいっぱい取れるし。マジで金いっぱいあるな。なんぞボーナスステージか。ちょっとこの勢いのままにちょっとダイヤとかも掘れたら嬉しいかもしれない。
石炭が取引すると、で、石炭1スタックでもエメラルド3つと、おお、ついてるね。さすが俺。ダイヤモンドゲット。言えば叶う。天才か。なかなかこんなダイヤ欲しいなーっつって出てくる、ないからね。ちょっと今のはテンション上がった。ぶち上がった。いや、これで、ノーエンチャントで、こう、好きにエンチャントを漏れるヘルメットが作れるかな。ダイヤ、5個。5個を、あ、5個はギリギリか。ギリギリ作れる。ってことは、もっとダイヤ出てきていいよ。言えば出るっぽいから、もっと出ていいよ。ちょっと欲を出すとっていうパターンもね、知ってるけどね。ぐるっと回ってきた感じかな。ちょっとおさらいに帰る。これは業界が。ちょっとなんか苔っぽい感じの色。見落としがね。そそっかしい俺は絶対に見落とすから、一回立ち戻る。あ、そして、金も、金めっちゃ掘れるな。掘れたかな。で、また上に上がると廃坑につながっている。下は特に何もない感じか。廃坑は廃坑で、絶対まだ全然未開拓なところっていうのがどっかしらあるはずやから。どこだ？俺がまだ掘ってないとこ。でもあそこに石炭ある。委託はないが邪魔くさい。邪魔くさい。掘らせて。ちょっとシャベルあんまりまだエンチャントが漏れてないから。
よし。でもこの辺とか、まだ掘る余地ありそうな気配が。でもあんま上がっていくルートより降りていくルートで行きたいな。こっち側行ってないね。こっち側全然掘ってないから、まだまだ遊べるドン。そうこうしてる間にお時間なんですが、油断してエンチャントを、まあ、そう、エンチャントっつうか、まあ、装備を失った時のリカバリーにめっちゃ時間かかるっていうのがね、これよろしくないかもしれない。もっと積極的に師匠さんを育てていくようにした方がいいのかもしれないけど、基本的に死ぬ前提で旅をしてないから、まあ、おろそかにしがちよね。お、隠しルート。あ、でも多分こっち側からも行けたから全然隠されてないわ。あんまずるずるとやってると作業班に怒られるんで、この辺のモンスターさんたちを一掃したら本日はここまでですね。まだ掘りがいはしっかりありそうで、で、まあ、ラッキーダイヤもあったし今回がめちゃめちゃついてましたね。というわけで、まあ、次回もガンガン資材集めていきたいと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。